何する？胡椒も豚肉を、はい、何個する？2個。2個にする？うん、じゃあ2個買っちゃう？2つ？そうだね。これがいいね。もちもち。ひよこが入ってるのがこちらになります。ああ、こっちは普通の、はい、普通のミルク。じゃあこっちにしようよ。これ2つとこれ1個で。はい、わかりました。お願いします。はい、あのカルピスバージョンのコップも可愛い。あ、本当だ。本当だ。いつか手に入れよう。売ってはないですよ、ね。売ってはない。本日8日が胡椒餅の日ということで、皆様にルーレット回していただいてあります。こちら8のつく数字出ると胡椒餅1個プレゼントですね。よし。スタートボタンお願いします。絶対出すぜ。スタートする。はい、スタートです。よーい、スタート。あ、来月もまたやる予定なのでまた可愛い何ちょっと写してもいいですか？あら、可愛いね。何ちゃんですか？ペコちゃんとナラちゃんです。あ、これ名前なんですか？はい、ペコちゃん、はい、ナラちゃん。あら、いいねいいねあら、吉祥寺来てよかったでもすごいサービスがすごい。ペコちゃん全然違います。あ、違うな。ご挨拶したらもこっち向いちゃう。ありがとうございます。今日はいい日だ。ありがとうございます。バイバイ。あ、できたみたいよ。どうも。あら、綺麗にしていただいてありがとうございます。いただきます。はい、よし、ミルクティーもゲット。なんかちゃんとテーブルみたいな。あ、本当だね。あ、ちょっとここで行く。うん、そこで。ここで行っちゃう。うん、いいんじゃない。よいしょ。はい、くっつけて。はい。いただきます。いただきます。どうよ。おいしい。おいしい。うん、本当。こぼれるから気をつけて。戦争ゼリーも好き。結構もちもちしてて、タピオカもいいかも。あ、鉄観音がいいね。うん、香るね、うん。ちゃんと香るね。おいしい。タピオカミルクティーって美味しいんだね。台湾の時はね、毎回言ってるけどさ、タピオカミルクティーの話をするときお腹いっぱいで食べれないんだよね。おお、いい湯気も出てるよ。思ったよりカチカチじゃないね、うん、柔らかいぐらいの。いただきます、うん、美味しい、うん、バリバリって感じじゃないね。いただけ。あ、ちょっとね、うん、八角は結構効いてるね、うんうん、台湾で食べるよりネギの味がすごいする。そうだね、ネギ感が、うん、まあでもお店によって違うんじゃない。でも肉うまいね。美味しい。甘さについては特に何も聞かれなかったけど美味しいね、うん、結構デカめの。あ、ちっちゃい。あ、これ落とすわけにはいかない。デカめの肉がゴロゴロしてて、うん、美味しい。吉祥寺の駅からも近いし、いいね、うん、いいね。ここまずここで食ってお腹を落ち着けて、うん、まあ一人一個にしたけど、味知りたいだけだったら一個食べても結構ボリュームあって満足できるかも。リュウさんの胡椒餅を食べてその味に惚れ込み、その場で頼み、その場で早いね。さすがだね、うん、やっぱり商売やる人ってそういう即断即決が必要なのかな。あ、これは吉祥寺に来たらいいね。そういうわけで、吉祥寺の台湾老龍胡椒餅さんにやってきて、胡椒餅いただきました、まあ、これはね美味しいね、はい、総合評価としては何点ですか？10点。はい、ごちそうさまでした、まあ、これ飲みながら井の頭公園でもちょっとブラブラ行くか、うん、はい、行きましょう。はい、ごちそうさまでした。